2エンド2。中谷は内に構えた、払った打球はサードよく取った、ホームへ、フォースアウト。サード中村典弘がよく取りました。あっと渡辺監督も含めて足が離れたじゃないか、一三塁のコーチが一斉に抗議。超球審は栄村、一塁山本、二塁橋本、三塁柳田の4審判。よくこういうケース見られますけど、これ別に審判が違う角度からどうだったってことを聞いても恥ずかしくないと思うんですよね。はい、ベースに懸命に中谷は足を伸ばして触っているかどうかというところなんですが、取った時にはいやグローブからボールがこぼれていることを言いたいんでしょうね。あ、なるほど。それでそれは足はついたってことよりも補給ができてないってことを多分言ってるはずなんですよ。はい、で父の方にグローブをかぶせたので、その補給しているかどうかがちょっとどの角度で見れるかなって感じですね。じゃあでもサードの中村典がよく取りましたよね。そうですよね。で取って送球が悪い体勢から行ってしまったので、やっぱそれましたね。そうですね。ちょっと覗いてますもんね。うんですね。まあ、もちろん位置関係からすればこの球審栄村はきちんと90度に近い位置に入っていた、その中での判断ということにはなりますので、はい、セオリー通りの位置には栄村は構えてのジャッジと、そうですね、いうことには変わりはありません。ただベンチに中にいるその渡辺監督の角度と、はい、サードコーチャーの、の方から見て、あれだけの大きなアクションでそれはないよってことを言ってるのが確信を持って言ってるはずなんですよね。なるほどね。ここら辺がジャッジが覆えるってことはほとんどないですけども、はい、今もう4社集まって決定論が出てるの で、 そうです、ね、多分もうこれ以上のジャッジの変更はないんですよね。うん、でまあ、もちろん球審の栄村が俺のジャッジポイントだということでね、はい、4社で確認をするときにジャッジをしたんですけれども、渡辺監督の抗議が続いています。しかしライオンズ戦って結構交流戦から見てずっとなんかそのすっきりしないジャッジが多いんですよね。そうですね。石原さん、はい、片岡がベンチに戻ってきてね、その状況をね江藤選手に説明しているんですがね、はい、ライオンズベンチは至って冷静になんか成り行きを見守っているという感じですね。はい、まあサードの守備といえば江藤も非常にうまいものはね、そうですね、カープ時代なんかも見せてましたけれども、ただこれ5分以上の抗議というとなると自動的にこの遅延行為ってことで、ね、そうですね、まだ抗議は続いています。うん、今年渡辺監督の審判に対するジャッジのそのコメントっていうのが非常に回を追うごとに厳しいものになっているの で、 そうです、ね、相当フラストレーションというのは溜まっているはずなんですよね。うん、野村監督はまだかなという顔なんですが、はい、まさしくまだやってんのかという感じでしょうね。そしてでもこの中村の守備は本当に素晴らしいなという守備でしたね。はい、まずね、そうですね、いやよく取ったなという感じでした。体勢悪い中バックホーム、そしてミットの中のボールが
こぼれていたかどうかというところ、うん、そうですね、まあ、真上から見ると一旦足はついてるんですけど、離れかけてまたついてるような感じなので、うん、あれが離れてるのか離れてないのかということと、うん、はい、完全補給していたのかどうかっていうのもありますよね、うん、そうですね。ただし、あの、再三渡辺監督はそのグローブの仕草をしているので、はい、補給をしているかしてないかということを言ってるんではないのかと思うんですよね。そうですね。まして、あの、キャッチャーミットというのは、あの、掴み切るというよりもね、はい、あの、普通のグローブと違ってボールが、上からかぶせると本当にボールが下についてしまうような、ね、形状をしてますから、はい、あの場合、あの、補給ボールが、あの、顔を覗かせて地面についた場合どうなるのかということも多分言ってるはずなんですよね、うん、はい。まあ、これで仮にもしジャッジが覆ってきた場合、今度は野村監督が収まりません。そうなるんですよね、ですから、あの、4社で集まった時に最終決定が出たら多分覆すことってほとんどないと思うんですけども、ね、まあ、先日、あの、福岡ヤフージャパンドームでフェンスに当たったのか入ったのかという形で、はい、ホームランのジャッジがツーベースになったというのが一度ありましたけれども、はい、あれは4社で、あの、きちんと協議をして、それで最終決定をして、うん、ツーベースという形で、ね、やり直したことはありましたけれども、はい、それ以降はもう覆りませんでしたし、しかしライオンズ戦に限ってというわけではないんでしょうけども、うん、とにかく多いですよね、はい。中村の素晴らしいプレー、まず一つは本当プいい、あの、プロのプレーだなっていうね、はい、サードゴロの処理がありました、ね、あれがもし仮に抜けていれば、はい、立ち上がりの1イニングをどういうふうに点が失点、今後先ですね、うん、あの、ピッチャーの藤原君の精神状態っていうのはもう崩れていく一方になると思うので、はい、そこら辺っていうのは失点は、あの、1点2点だけじゃなく大量点につながるような動揺感になりますよね、うん、そうですね、よく止めましたよね、そういった意味では、ちょっとこれは渡辺監督が収まりつかなくて、はい、本当に、毎回起きるので、うそうですね、渡辺監督の精神状態っていうのは、その審判に対してものすごくそのフラストレーション溜まってると思いますよ。もうすでに5分はもう経ってるかなというぐらいの時間帯になってきますので、渡辺監督が収まりません。ちょっと口調も激しくなり始めましたね。感情を出しつつありますね。そうですね、これどこかで止めないと退場という可能性も出てきます。怒らせない方がいいですね。非常に怖い人ですから、ね、怒ると実は、渡辺監督普段はすごく温厚そうに見えるんですが、こと勝負になるとね、いやいやいや、ものすごく集中をして、はい、闘争心がぐっと出てくる監督ですからね、はい、選手時代同じチームメートとして戦いましたけど、その先発して思うようなピッチングができなかった、上に上がった時っていうのはものすごい怖かったですからね、はい。やっぱりなりましたね。なりましたね。退場です。やっぱ相当溜まってたと思います、うん、今まで。そうですね。球審の坂井です。ただいまのプレーにつきましてご説明いたします。サードから中村の選手からのホームの送球を、私は、完全補給したと見てアウトと宣告しましたが、渡辺監督の方から落球している間に走者が入ったと抗議がありましたが、私は、完全補給したと見まして、ホームアウト、走者アウトでプレーを続行いたします。なかったですね。退場の宣告はされてませんね。ですね。退場の宣告はなかったですね。はい。はい、ただやっぱり、完全補給してない。